はい、ドクターテニスラボの中島です。今回はですね、質問がありましたので、YouTube を使って回答させていただきます。スクール中級30代男性の方からの質問で、ボレーをする際にですね、横を向いてボレーをしろという風にスクールで教わりましたが、うまく打てません。どうすればよろしいでしょうかという質問に対して、お答えをさせていただきます。まずですね、一番大事なことはですね、横を向くこととうまくボレーができることはイコールではないということを頭に置いてください。なぜ横に向かないといけないのか、横に向く必要があるのかっていうところと、横に向くこととボレーがどう関係しているのかということをお話しさせていただくと、理解していただけるかなというふうに思うので、そのあたりを少しお話しさせていただきます。まずですね、スクールのコーチを見ていただくと、生徒皆さんには横を向けとか、いうことをお伝えしていることが多いと思うんですが、ボレーの時にですね、実際スクールのコーチがボレーストロークなどで自分がこう構えて横向いてボレーをしているっていうことってどれだけあるのかっていうと案外なくてですね、構えてラケットを出してこう前でこういった形でボレーをすることは多分多いと思うんです。で、これでボールはうまくきれいに返っているのに皆さんには横を向けという。で、まずこの矛盾から解いていきます。ボレーをする際にですね、大切なのは、先ほど何度も言うんですけれども、横を向くことではありません。どんなボールでもきちっと面を作って打ちたい方向に返さないといけないので、まず最初にしないといけないことは、横を向くことでも足を動かすことでもなく、早く前でラケットをセットして打ちたい方向にまず面を作ることが第一ステップです。で、その後ですね、足を踏み込むことによって、ボールをしっかりと運んでいくという動作が必要になってきます。で、なぜ、まずラケットを出すことが横を向くことよりも大切かというとですね、ボールがどこにどんなスピードで来るかわからない。そのボールに対してボレーをしていくわけなので、早く反応することも大切なんですが、反応してからラケットを出して、ボールがラケットに当たるまでがストロークに比べて早いです。なので、まず早くにラケットをセットして、ボールが来たらしっかり当たって返るようにまずセットします。その次に踏み込むことが大事なんですが、横から見てもらうとわかると思うんですけれども、構えてラケットを出して踏み込むと、これ横向くんですね。で、ボールは向こうに飛んでいくっていう形になるんですが、構えてまず横向くと、最初前を向いたままラケットをセットすると、ラケットは前に出てきます。ところが、このまま体を横に向くと、体の横に出てくるので、この状況でボールが来て当たると打点が遅くうまく飛ばなかったり、根元に当たったりすることが多くなります。なので早くにラケットを先に前に出して踏み込むことによってボールを運ぶ。でも体は横に向いているっていう形が理想だと思うので、そのあたりを意識しながらボレーをしてみてください。大事なのは体を横に向くからボレーがうまくいったのではなくて、最終的に踏み込んだ後、気がついたら体が横に向いていったが正しいので、いいボレーをしよう、うまくボレーをさばこうと思った時にはですね、早くラケットを前に出してインパクトのタイミングで踏み込みを合わせていただくと、うまくボレーができるかと思うので、そのあたりを意識しながら練習してみてください。